山形隆二は日本のプロデューサー、演出家、株式会社ラティグラ代表取締役。1998年から2007年に総合格闘技、イベント、プライドなど数々の格闘技イベントの演出をはじめ、舞台、ステージを演出プロデュース。2009年からドワン後のニコニコ大会議の総合演出を担当。2010年、全所属会社を退職し、 株式会社ラティンセールジャパンを設立。2011年にはドワンゴのライブハウスニコファルを企画デザインから設計試行プロデュースを行い360度 LED によるライブスペース最新の AR システムなどを導入。ニコファルオープン以降はラティンセールジャパンがオペレーションマネージメントを行っている。2013年からアジアナンバーワン総合格闘技。 イベント、ワンファイティングチャンピオンシップの大会アドバイザー、映像演出制作を担当。2015年、VR、AR 技術専門の株式会社リブグラフィックスの取締役会長に就任。中国市場において、最新のテクノロジーを利用したステージ演出やアトラクション施設の企画プロデュースを担当。2016年、ニコニコ長会議2016で、 超歌舞伎、ACC インタラクティブ部門ブロンズ受賞のテクニカル演出プロデュースを担当。日本の伝統芸能、歌舞伎とバーチャルシンガー、初音ミクを融合した史上初のコラボレーションを成功させる。プロジェクションマッピング、AR などと NTT の持つ最新技術、キラリと融合した新しいエンターテインメントとして多くの賞賛を集める。2017年4月、 ニコニコ超会議2017で2作目となる超歌舞伎化外資合共テクニカル演出を担当。2017年5月、ラティーンセールジャパンとリブグラフィックスの事業を統合し、企画制作から現場テクニカルまでワンストップでサービス提供可能な新会社、株式会社ラティーンセールリブグラフィックスを設立。2018年、株式会社ラティグラへ社名変更。 ありがとうございます。